皆さん、こんにちは。約1600名のボートレーサーがいる中で、人気と実力を兼ね備えたスター選手が存在します。高い勝率でレースに勝つのはもちろん、容姿やトーク力、エンタメ性を持つ選手はボートレース界を盛り上げてくれる存在ですよね。そんなスター選手の中でも、レーススタイルで人気を集めるマクリアンの選手をご存知でしょうか。今回は令和の時代では珍しい伸び特化型のレーススタイルを持つマクリアを5人ご紹介していきます。インコースが強いのは競艇の常識ですが、その傾向がより一層強くなっているように感じている人は少なくないでしょう。特に昔ながらのボートファンたちはイン有利の傾向が強くなっていると感じるはず。競艇でインコースが有利な理由は、失速の原因となる引き波を通過しないから。スタートが揃った場合、2から6コースは必ず引き波の影響を受けますが、1コースのみ一切の影響を受けず走行が可能。そうした理由から、50% 以上の印象率を残すことができるのです。さらに、コース争いがなくなったわけではありませんが、以前より格段に減ってきているのは間違いありません。特に、昔からの競艇ファンたちは、その傾向を強く感じているはず。枠なり進入のスタイルは、2002年にスタート展示が再開されたあたりから増加。前付けに動く選手の減少や、若手レーサーでも枠を主張するといったスタイルが今では当たり前となっています。枠なりが通例となれば、激しいコース争いで深い進入になることが減り、余裕を持って助走を取れるレースが増えます。よって、練習と本番のスタートをほぼ同じ位置から行えるため、コース通りの結果につながっているのでしょう。加えて、持ちペラ制度が廃止となりました。持ちペラ制度とは、選手個人がペラを競艇場に持ち込み使用する制度。平成元年に始まり、平成24年に廃止となりました。持ちペラ制度があった当時は、旋回技術と同じぐらいペラが重要だった時代。そのため、若手レーサーたちはペラグループに属し、師匠との関係は今よりつながりが深かったという話もよく聞きます。伸び重視に仕上げる選手は、一から伸び仕様に仕上げなければなりません。ですので、持ちペラ制度が廃止されて、インが強くなったというよりはアウトが難しくなったというべきかもしれません。この持ちペラ制度が廃止になった時期あたりから、アウト屋で名を馳せていた6コース専門選手は成績を落としていくことに。このように、以前にも増してインが強くなっている傾向の状況でも、個性を生かしたまくりでファンを魅了する代表的な選手を5人ご紹介します。1、阿波克也選手。持ちペラ廃止、低出力モーターが採用された今でも6コースの番人として活躍中の阿波克也選手。全盛期ほどの成績は残せていませんが、それでも定界に欠かせないマクリアの一人です。阿波克也選手の魅力といえば、大外6コースから0台のスタートを決め、内側艇を置き去りにする一撃まくり。インコースが絶対有利とされている中で、圧倒的不利な6コースからのまくりは圧巻です。それをいとも簡単にやってしまう阿波克也選手。スタートを決めて内側に絞っていく展開になれば、チルトを跳ねた阿波克也選手を止められる選手は一人もいません。もちろん船券を買う人は当てることが目的ですが、阿波克也選手がいる時だけは興奮するまくりを期待した応援船券の人も多いはず。初出場となった SG 笹川賞の勝利者インタビューで、アナウンサーから、ここも6コースでした、このスタイルは崩されないんですねと言われると、阿波克也選手は、もうこれ一本なんで、これしかできないですから自分は、阿波克也選手らしいかっこよすぎるコメントですね。1コースから逃げた方が勝率は確実に上がるのに、それを捨てて我が道を行く戦い方、競艇界になくてはならない存在だと思います。そんな阿波克也選手の全盛期と呼べるのは2004年。この年は228レースに出走し、勝率は 6.73 と高アベレージを記録。また13回優出した中で4度の優勝を飾っています。そして何よりすごいのが、優勝は全て6コース進入という事実。一般戦とはいえ、優勝戦に残るのは強者しかいないので、
まさか6コースの選手が勝つなんて普通は予想しないでしょう。トップスタートならほぼ間違いなくまくりを決め、スタートが揃っても伸びでまくる。当時の阿波克也選手は無敵と言っても過言ではないほど、決して大げさではなく、当時からボートをやってきたファンなら同じような感情を抱いていると思います。断然不利な6コースから何かが起きる期待をさせてくれます。2. 堀之内清子選手。まくり姫といえばこの堀之内清子選手。2022年9月には雪間すべてチルト3度で挑み、定界を沸かせた女子レーサーです。しかも有利なインコースを平然と捨て、大外からまくっていく走りは競艇ファンを魅了しています。以前からそこそこの実力者でしたが、ここ最近は半端じゃない活躍ぶり。どのコースにいても一番人気になるほどです。堀之内清子選手ほどチルト3度を思いのまま操る女子レーサーは初かもしれません。出力低減モーターが2014年に導入されて以降、出足を重視するチルトマイナス 0.5 度が主流に。中には最大角度で挑むアウト屋もいましたが、成績は降下していき、今では阿波克也選手でさえ制限しています。そんな通例に逆らったのが堀之内清子選手。しかもチルト3度を巧みに操り、一着を量産しているのです。男子に比べると女子レーサーは非力なので、本来ならターン時にもっと流されても良いはず。しかし堀之内清子選手は全速まくりを決めまくっています。チルトを跳ねるほど出足は悪くなるので、スタートを合わせるのが難しくなるはずですが、堀之内清子選手にそんな常識は通用せず、チルト3度のセッティングでどのコースから進入しても大きくへこむことはめったにありません。それどころかアウトコースから0台のトップスタートを決めることも、スタート感覚が常人離れしている上、仮にスリットが揃っても伸び足でまくれてしまうチルト3度。もちろん内側のスローでは生かしきれない調整ですが、ダッシュからスタートを踏み込めているうちは最強かもしれません。アウトコースの実績ばかり注目されていますが、輪唱率も7割を超える数値、また3連対率に関しては 95% と驚異の高さを誇っています。輪唱率がもう少し上昇すれば SG に出場しても十分戦えるレベルだと思われます。 3. 菅文也選手。攻める姿勢が悪い方向に働いてしまい、2020年には F3 となり B 級落ちした菅文也選手。今では完全復活して A1 級に返り咲き、まくり一撃で多くのファンを魅了しています。直近で印象に残っているレースは2023年6月の G1 蒲郡周年記念。4号艇ながら大外から進入した菅文也選手は1周1マークで現役最強レーサーである峰竜太選手を飲み込みます。しかし2マークで峰竜太選手に差し返され、内側に峰竜太選手という絶望的な状況。誰もが峰竜太選手の一着を確信したでしょうが、2周1マークで菅文也選手の真骨頂つけまいが炸裂、大逆転で SG 覇者に競り勝ちました。後に公開された動画では峰選手相手で面白かったです、過去一のレースができましたと大満足の様子。対する峰竜太選手も、完璧な奥行きとハンドルだったねと菅文也選手を称賛しています。他にも豪快なまくりはたくさんありますが、このレースは後世に語り継がれること間違いなし。菅文也選手のイン逃げ率は 70% 程度で平均以上の数値を残しています。さらに注目するべきポイントは3コース以降に進入した時のインの逃がし率です。平均 55%、60% と言われる逃がし率ですが、菅文也選手が出場するレースは平均 20% と他の選手より明らかに低い数値。インコースにいつも通りの走りをさせない特徴があります。要はスタートを決めればまくってくるし、スタートが胴体でも何らかのプレッシャーを感じてしまうのでしょう。4. 藤山翔太選手。本来伸び特化のまくり屋は助走距離が必要です。基本的にピット離れを犠牲にして伸び仕様のセッティングにするため、枠より外側の進入になることが一般的でした。しかし藤山翔太選手に限っては
行くときはスタート展示から行くと宣言、前付けを敢行しコースを奪いに行くといった今までの常識を覆すマクリアの選手です。さらに SG レーサーなど相手が強いときほど動きたくなる、先輩でもひるまない、まくることしか考えていないなど強気発言で独特のスタイルを確立している選手です。前付けなどトリッキーなことをすることもある藤山翔太選手、その分アンチも一定数いますが、それ以上に応援しているファンが多い印象を受けます。5. 高田光選手。ボート界でブレイク中の高田光選手、とにかく伸びてまくるというスタイルを持っていることからついたあだ名はまくり姫。このようなスタイルの女子選手は数少なく、確実に現代のボートレース人気を支える選手の一人と言えるでしょう。1号艇に乗る機会の少なかったデビュー直後はまくりでの勝利が多い印象だった高田光選手、勝利するときはまくりばかりだと思われがちですが、意外にも勝利数が一番多い決まり手は逃げです。実力が知れ渡った現在では1号艇に乗ることが多いのです。まくり以外での勝利数が多いのは高田光選手の実力が相応にあることの証とも言えるでしょう。いかがでしたか。今回は令和の時代では珍しい伸び特化型のレーススタイルを持つマクリアを5人ご紹介しました。選手によって得意な決まり手がある競艇はきっとファンをさらに楽しませてくれること間違いなしです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。